はい、どうもカチャンネルのカズでございます。久々にこちらやってまいりました。じゃじゃんと、インテルコアウルトラプロセッサー搭載のノート PC、 HP の NBX360-14 でございます。さあ、というわけで今回のモデルはこちら、開きますとじゃーんと開いて、さらにうにゃんと、はい、このようにタブレットのように使えて、さらにはね NPU も搭載、 AI を使ってより便利になっているというモデルになっております。まあ、ただ AI っつってもね、なんだかよくわからんよね。ということでね、最近使ってるあれ使って、はい、調べていきますよ。さあ、ということで質問してみます。今回のこちらのモデルで動画編集できることを教えてくださいということで、エンター押してもいいし、もちろんポチッと、はい、まあこんな感じですね。しっかりと紹介してくれました。こんな感じでね、使うと便利なんですよ。気づかないうちにあなたも使ってるかもしれません、 AI を。さあ、では AI っつってもよくわからんことあると思うんですけども、すごい便利なやつなんです。ではですね、今回のこちらの PC、 AI さんにどんなものなのか聞いてみたいなと思います。では次、このスペック表現してもらおう。これよいしょ、するともう勝手にね、ぐじゃぐじゃぐじゃっと探してくれて、おー、こんな感じで出てきた。いや、実はですね、まあ、こんな感じで表にするんだけども、いつも機種と機種のね、比較表とか作ったりするとき、自分でいちいち入力せずに、最近だとこんな感じでもう半自動的に作ってもらったりしてます。いや、 AI ってすごくない？便利なんですよね。まあ、そんなわけでですね、実際こちら本体見ていきます。まあ、ノート PC ということでポンと、はい、こんな感じのコンパクト。そんでこちら外観チェックしてみると、ポートが充実しててね、こちらタイプ C のやつですね。これサンダーボルトになってるし、そしてこちらが HDMI の出力、これ便利なんだよね。特別なアクセサリー必要なし、そしてこちらタイプ A のポート、そして反対側にもぐるーんとございまして、はい、こちらにも、タイプ A、 そしてヘッドホンジャックがございます。そんで今回、まあ、何よりもですよ、何よりもこうやって開きまして、でもこのディスプレイ自体がポンとね、はい、もうタッチにも対応してるし、ここのヒンジがね、とてもよくできていて、かなり頑丈。結構ねガクンガクンするやつなんかもねあると思うんだけど、弱いやつはね、めちゃくちゃしっかりしてる。この堅牢性ですよ。はい、こんな感じでしっかりとしたタブレットスタイルにもらうということで、このハードとしてとてもよくできている。さあ、そして今回ですね、この内側のキーボードなんかもしっかりしてますよ。さあ、こちら、日本語入力になっておりまして、そして、まあ、ポイントとして一つ一つのこのキー、しっかりとした大きさしている。なんか物によってはね、結構ねちっちゃいやつとか、あとねちょっと押し心地がほとんどないものとかもあったりするんだけども、その中これだけ綺麗に配置されてるんですよ、この矢印キーすら。なので押し心地としてはね、この打鍵感もしっかりとあり、そしてこの下ね、はい、トラックパッド、はい、こちらなんかも、はい、非常に大きくて操作性もねめちゃくちゃいいということで、まあ、マウスとかねもちろんあった方がいいかもしれんけど、作業によってはね、もうこれだけでも十分作業ができるようになってます。まあ、というわけで今からですね、私よくやる作業ね、動画編集、ちょっとそちらもチェックしていきます。さあ、ということで今現在、4K 素材用意させていただきました。じゃあこれをタイムラインに、並べまして、うん、特別大丈夫やね、こんぐらい余裕ですわ。サクサクしてるよね。どうも、カズチャンネルのカズです、うん、再生全く問題なし。ほな、ちょろちょろとね、いつも通り、カットしてって、いや画面も見やすいかも結構。はい、カット、はい、縮める、はい、はい、ここでカット、はい、また縮める、カット、縮めるといった作業を続ければ、はい、再生、どうも、カズチャンネルのカズです、はい、今みたいな間延びしたところを、はい、カット、
はい、縮める、カット縮める、この音の波形見ながらね作業するんですよ。はい、カット、はい、縮めるっていう風にやっていくと、このだれる瞬間がねなくなる。テストです。どうもカズチャンネルのカズです。はい、全く問題ないね。ただ今回はね NPU、こちらを搭載することで、これのね処理速度が上がってくるみたい。ただ NPU マジわからんよね。ちょっとこれも質問してみる。はい、では CPU、GPU、NPU を人間の体を表現として使って分かりやすく、違いや何ができるのかを説明してください。よいしょ。どういうことなの。自分もねふんわりとしか分かってないからね。うお、出てきた出てきた。CPU でいうと脳の中枢ということで、役割は全体の制御や調整を担当、さまざまなタスクをこなせる汎用性の高さっていうのが特徴的。なるほどね。日常生活での判断や計画立案、問題解決などを行う脳の働きが CPU に相当しますと。では GPU は何なのかというと、脳の視野角、なんか目みたいな感じなのかな、まあ、画像や映像の高速処理、能力、同時に多くの単純な計算を行うといったことが GPU の働き。では最近言われている NPU ね、こちらが AI や機械学習に最適された処理、パターン認識や予測など高度な処理ができるということで、学習と推論を効率的に行う、なんかちょっと人間チックなんだね。人間が経験を通じて習得する技能や、直感的に状況を判断する能力など NPU の機能に近いと言えます。へえ、今回のこの NPU がこの編集の時にも生きてくるみたい。これさあ、ということでまた新しい素材用意させていただきました。こちらダラダラ喋ってるよね、1分ぐらいの映像になるんですけど、最近運動不足。うんうんうん、早速これにねテロップつけていくよ。ウィンドウの方からこれにしよう、文字起こしベースの編集ということで、ではこちらの文字起こし開始ということで、早速ポチッとな。実はねこれ初めて使います、私。よいしょ。うわ、なんだか解析されてるぞ。実はこれもうこれにね NPU が使われてるみたいなんだって。しかも見て、動画のなんか今喋ってる間にさ終わっちゃいそう。この動画の尺いない。今十何秒ぐらいで終わったような気するんだけど、しかもね合ってる多分これ。今もうキャプションも、作成しちゃった。待って待って、できてるな。ちょっと見ていくね。どうもこんにちは、カズチャンネルのカズでございます。今日はですね、今からいろいろと撮影をする予定です。ただ最近運動不足に陥っておりまして、すごい。私ですね、ちょっと私の訛りのある言葉でも目指してるんですよ。間違いすらなくない、今のとこ。たったの34キロ、まずいです。もう完璧じゃん。後半です。あと10日間で残り65キロぐらいをどうすると走破。すげえ時代が。非常に悩ましいところ。毎日6キロずつ走ってってもいい。なんだって？こんな時代がやってきたのか。まあ、こちら、Adobe のプレミアプロだと従来のものと比べてこの、まあ、NPU を使ってるということで、約 27% 速くなってるということでございます。しかも速くなってるんだけども、今見ていただいて分かるように言葉の認識、こちらもねしっかりしてる。うん、なんなら漢字すらね多分ほぼほぼ合ってるんじゃないのかなと思う。まあ時短だよね。これだったら一人で結構な作業が行えるから、もうあとはもう自分ら編集者的にはこのまんまもう書き出しボタンをポチッと押すだけ、たったこれだけ。すげえ楽だ。では先ほどお見せしたですね、このスペック表をもとにちょっと紹介していきますね。せっかくなのでこのタブレットモードにして、ぐにょーんと、いやめちゃくちゃやっぱこのプレゼンする時なんかにも便利だよね。さあ、そんなわけで、まあ、今回ですね、まずこのディスプレイになるんですけども、14インチ、2.8K、OLED のタッチディスプレイとなっております。まあ、めちゃめちゃですねこの高解像度ということで、すげえ見やすいよ。このね文字がね見ていて疲れないというか、こんだけ寄ってもこのアラがね見えない。で小さくてもあの本当にね綺麗に見えるんだよね。先ほどのような編集画面もう結構文字小さいこともあるんだけども、あの割りかしここら辺がね見やすいのよ。そんでプレゼンでね使う時にはねこうやってやる方法もあるんだけども、これをこう開くとこういうねテント型になりまして、はい、
ただただ見やすい。だから、はい、こんな感じで、あ、実はですね、はい、こちらこういうスペックになっております。あ、見づらいですか？はい、こうですねと、はい、今回のものはね、バッテリー、最大で10時間30分、はい、持つようになっております。で、もちろんね、ウェブカメの方も搭載しておりまして、Wi-Fi、もちろんこちらも対応しておりますということで、まあ、基本的に何にでも使える、はい、そういったモデルになっております。とてもバランスがいい。そしてそれだけじゃなくて、これでいろいろ映画とかね、まあ、YouTube 見たい人もいるでしょう。な、音はどうなのよということで、おお、ちょっともうちょっと増やしてみるか。結構いいんだけどこれ。え？こちら音も IMAX 認定ということで、あのクオリティが高くなってんだよね。はい、とまあこんな感じで簡単に紹介させていただいたんですけども、いや、よかったでしょこれ。まあこちらですね、インテルコアウルトラ7搭載ということで、まあとてもバッテリー持ちがいいと。だからもう 10.5 時間ですね、屋外に持ち出して作業をしてもなかなかバッテリー切れになることはないんじゃないのかなと思います。とてもねバランスが取れたモデル。重量が 1.39kg、それでいて 2.8K のこのディスプレイ、しかも OLED だから綺麗なんだよね。さらにはタッチもできて、こうやってタブレットスタイルにもすることができ、さらにはこうテント型ですね、こうすることで机の上にもポン置きができるといったモデル。まあもちろんですね、自作 PC にあるようなでっかいやつね、それにあるようなあのディスクリート GPU、そちらなんかはねないんですけども、CPU とかそこら辺がねしっかりしてるおかげで、先ほどみたいに編集なんかもサクサクすることができるし、 NPU 搭載ということで、先ほどの文字の書き起こしなんかね、あれなんかもスルスルすることができるようになっております。ほんで左右のね、やっぱこの拡張性なんかもねしっかりとあるんですよ。 HDMI の出力があったり、そしてタイプ A も C もあるし、こちらサンダーボルトなんかね、あのサンダーボルト4になっておりますので、こちらから外部ディスプレイつないでデュアルディスプレイで普段は使って、持ち運びの時だけこれこちらを閉じてカバンの中にスッと入れて持ち運ぶといったことも簡単にできる。ほんでこちらですね、ゴリッゴリの 3D ゲームさえしなければですね、とてもバランスはいいと思うんですよね。簡単な 3D ゲーム、私がよくやってるようなやつなんかはね、実際遊んでみたんですけども、普通に動くし、向いている人とすれば、まあ一般的な社会人ですね、まあ表計算とかね、あの文字ね入力したりとか、ほんで先ほどみたいな編集、そちらもできるから、まあ簡単な編集だったりとか、仕事上でね、あのいろいろ使ったりとか、そこら辺ではねめちゃくちゃやりやすいし、そしてプレゼンなんかにも使いやすいから、ほんといろんな使い方ができる PC なんじゃないのかなと思います。ほんで重い処理で言えばね、最後にちょっと紹介させてもらうけど、まあ重い処理ということで、まあキャップカット使ってこの背景、おお、できた。どうもこんにちは、カズチャンネルのカズでございます、はい、ということで、まあ比較的結構重めなこんな作業とかでもできるようになってるみたい。やるね、なかなか。わ、すごっ。まあこんな感じで、あのキャップカットもね、このインテルとの相性がいいということで、こういったね重い処理なんかもねできるようになっております。だから本当にね、いろんな場面で活躍すると思うんですよね。そんで今回ですね、あの紹介させていただいた、HP の NBX360-14、こちらですね、日本 HP の公式ページの方で販売されております。こちら概要欄の方にね、あの販売ページございますので、もしよかったらチェックしてみてください。そしてですね、なんとですよ、今現在ですね、日本 HP 大決算祭りということで、結構ねお求めやすい価格になっておりますので、もしよかったら下の方ぜひチェックしてみてください。
というわけでまたお会いいたしましょう。じゃのー。